イナビニュースをご覧の皆さん、こんにちは、小芝風花です。大丈夫ちょっとごめんなさい。マイナビニュースをご覧の皆さん、こんにちは、小芝風花です。すっごく嬉しかったです。撮影当時もなんか2とか映画化とかあったらいいよねって皆さんで話してたので、もう 2年越しにまさかそれが叶うと思ってなかったので、すごく嬉しかったです。前回に引き続きの妖怪さん、パワーアップした妖怪さんだけじゃなくって、また新たな仲間たちというか、しかも妖怪がたくさん出てくるだけじゃなくて、今回闇落ちっていう妖怪さんがちょっとまあ人間社会に揉まれて闇落ちしてしまう、それをこう救うっていう、ちょっと前作とはこう変わったテーマもあるので、皆さんにも楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。前作を見てくださった方には分かると思うんですけど、相も変わらずこうついてないこうボロボロの状態からまた始まっております。まあ前作では彼氏に振られ、仕事もなく家も追い出されっていう状態からスタートして、妖怪さんたちに救われてこう独り立ちしていったんですけど、やっぱり妖怪の世界でもお金がなかったら生きていけないよねっていうことで、また妖怪さんたちにお世話になるというところからスタートします。はい、ラストです。ありがとうございます。